阪神新監督金本はあるギネス世界記録を持っている。それは連続フルイニング出場1492試合、つまり1回から試合終了までずっと休まず1492試合、10年以上出続けた鉄人。そんな金本の伝説は2008年の巨人戦。草薙投手が投げた140キロの速球が金本の後頭部を直撃。ヘルメットにひびが入るほどの衝撃だった。草薙は危険球でそのまま退場。しかし金本は病院に行かずすぐに試合に戻り、次の打席でなんと弾丸ライナーのホームランを打った。